ランスローファーランスいいっすよね。なんかこれね、うん、これ80年代のパリなんです。あ、他メーカーにはないちょっとボリューム感っていうところがかなり特徴的なあのローファーでございますので。そうですよね。耐久度にも申し分ない作りとなっております。履いてて落ち着きがある。うんうん、うん、履き口の部分が少し、まあ、狭くなっておりますので、あのローファーの見た目のボリューム感からは想像できないぐらいホールド感をしっかりしておりますので、はい、松任谷さんはミカエル1本だって聞いた時からミカエルが気になってて、やっぱ物選びの師匠なんで、はいまあ、ミカエルだと適度にそのカジュアルなバランスが出ますので、うんうん、非常にあの少しジャケット羽織るようなスタイルでも合わせやすいかなと思います、はいはい。ガシガシにもう、うん、ガシガシがいい、ね、雨の日も雪の日も履き続けると、うん、もう最高ですね。これは育てたいなこの靴そういう感じ。文芸春秋プレゼンツ名品探訪。